はい、どうもお疲れ様です。気になる男シリーズももうね200話が近くなると、もうこの1話を見ると確実に YouTuber としての力が1段2段上がるものの連発でお届けしようと思います。今回ですね、 YouTube をやってるんだけどもなかなか結果に結びつかない、そんな方にもう絶対に必要な動画になってますね。再生回数を一気に伸ばすサムネイル、今回サムネイルにこだわってサムネイルに必要なワード50というのをお届けしようかと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにこれはですねパイロット版なんで最後まで作れていません。一部だけご紹介しますけども、まあ十分これ YouTuber としてね生まれ変わろうという意識を高めるにいい内容になってますので最後までご覧ください。はい、まずですね、 YouTube の再生数を伸ばす2つのポイント、もうお分かりですよね。今まで散々パラ申し上げてきました。それは動画の中身ではないんですよ。動画の中身じゃない、なんじゃそれということをびっくりされる方もいると思いますけども、はっきり言って YouTube の再生数を伸ばすためのポイントってのはこの2つが 99% です。ドン。はい、タイトルですね。タイトルってのは YouTube に対して訴えかけるアルゴリズム、これに関連するんですよ。ですんでね、飯を食ったとかいうタイトルじゃちょっと厳しいかなと思いますんで、とんでもない感動するような食事ができましたとかね、もっと言ったらですね、有名人の何々さんがおすすめしているお店に行きましたとかね、そういう感じですでに YouTube がピックアップしているようなキーワードを盛り込むことが大事です。次、ドン、サムネイルですね。今回のテーマです。サムネイルってのはタイトルによって引き付けられた人によってですね、まあ動画と人を結びつけるのがアルゴリズムなんですけども、その人が実際にクリックして再生するかどうかっていうことに関わる人の感情をまあ網羅する、左右するのがサムネイルなんですよ。だからタイトルはアルゴリズムに訴えかけ、機械ですよね。そしてサムネイルは人に訴えかけるんですよ。この2つの壁を越えた時に一生懸命作った動画が再生されてチャンスが生まれるってことになります。ですんでタイトルがダメ、タイトルがダメでサムネイルがダメだと完全に動画って再生されないんですよ。どんなにコストをかけてどんなに思いを込めた動画も再生されなければ何も生まれません。ですんでタイトルとサムネイルしっかりと作っていきましょう。で今回はサムネイルに特化したお話をさせていただきます。はい、サムネイルによって人の心を動かすためにどんなことをすればいいのかってことになります。サムネイルが人の心を動かして再生したろっかなって思わせるか、再生せんではこんなんっていう風に通り過ぎちゃうか、それともあすぐ再生したい、すぐ見たいって思わせるか、変わってきます。ドン。サムネイルによってどうやって人の心を動かすか、それはね訴求を使いこなすことなんですよ。訴求ってなんだかわかります？訴求ってのはね広告業界にもうしっかりと使われている言葉なんですよ。私も毎日この訴求をかなりね、頭を絞って使っています。訴求、何の訴求でしょうか。じゃん。これね訴求っていう意味はこういうふうな意味合いになってきます。消費者が購入する気持ちになるように表現すること、これが訴求なんですよ。だから消費者の困ったところとか消費者が求めてるだろうなっていうふうな心理的な状態にキーワードを埋め込んでいく必要があるんですね。じゃーん。ちょっとね例を3つ挙げてみましょう。プロテインの広告を作ることを依頼された時に私が考えることはだいたいこの3つなんですよ。で1つ目、例えばね一番左ですけども、元世界チャンピオンガチンコ、そして竹原 TV というね YouTuber で有名な竹原慎二監修のプロテインですよ。あっダーンって出てくることですね。竹原慎二さんが写真出てますけども、プロテインは全く出てこないんですよ、うん、でもこうやって売ることもできます。これはですね牽引性なんですよね。竹原慎二さんのことだったら大好きです、信用してますっていう人が、竹原さんが勧めるもんだったら買おうかなみたいな、こういった牽引性の訴求です。で仮に竹原慎二さんが全然無名だったら多分こんなポスターでは売れないと思いますんで、牽引性はなかなか働かないかなってことになりますよね。その場合はプロボクサーの勧めるみたいな形になるかなと思います。はい。でこの牽引性を使うってことは実はね新規さんの獲得にものすごく訴求するんですよね。新規さんです。今までプロテインなんて飲んだことがなかった人が、あ竹原さんが勧めるんだったらとかね、世界チャンピオンが勧めるんだったらとかね、あとは海外にもいろんなプロテインありますけども、日本人が日本人のために作った日本製のプロテインみたいなね、そんな勧め方もいいと思いますね。はい、この写真一枚でさまざまなプロテインの訴求ってのが頭を
ちょっとね駆け巡っちゃいますね。これだけでね1時間ぐらいあの動画が作れそうですね。はい、次行きましょう。真ん中です。ダン、これはねプロテインを全部否定してますね。そのプロテインは高いよと。最新の技術の到来して月1000円で効果抜群のプロテインがあるんですよっていう風なこんな広告です。これはですね現状否定と転換ってやつです。今皆さんが思ってること、使ってること、やってることはちょっともう違うんですよと、古いんですよと、これからこういう風にしていきましょうっていう風に転換させるんですよね。今すでにプロテインを飲んで行動している人を別のプロテインに切り替えていく。場合によってはプロテインなんかじゃなくて健康器具でもう何もせずにねお腹に巻くだけで筋肉がつくんですよみたいな、そんな方法もあるかもしれません。でこれはですねスイッチに訴求してるんですよ。つまりはやってることをこっちに変えましょうってことなんで、他社からねファンを引っ張ってくるために使うんですよ。ですんで YouTube をやっていてなかなか再生数が上がらないとかね、 YouTube の塾に入ってるんだけどもなかなか結果出ない人に対してこれを使ったりします。いやいや今その方法はダメなんですよ、今ね実は YouTube ってこういう風になってるんですよみたいな感じでやってる人に対して新しい知識とか発想の転換を与えて引っ張ってくるっていう方法です。これは新規さんの獲得というよりも、他者からね人を引っ張ってくる奪い合いの法則になってきます。で3つ目、新製法経営の式プロテインね、これ何でしょうか。これはっきり言ってね訴求がない状態です。これは売れないですね。この3つの比較をして何にも訴えかけてないんですよ。ただ新しいもん好きな人はちょっと気にするかもしれませんし、 KN 式っていうね今これ私がね今考えたんですけども、 KN 式プロテインって言って謎めいたものとかちょっと都市伝説チックなものに興味がある人はもしかしたらなんか捨て値でこれを買うかもしれませんね。でこういう場合はもう価格をね実際は4980円なんだけども初回限り500円とかやると売れます。うん、なんかそういう風なねテクニックに使うことなんですよ。無名であり全く知られてないものを売ろうと思うと価格に訴求するってことが必要になりますけども、価格を打ち出す前に全く頭に上らない先入観にないようなキーワードを埋め込んでおいてわざとね、で興味を持った人に対して1回目は安くぜひ使ってくださいみたいな、最近多いですねこういうのねこれもね一定の効果を上げてるんですよ。ただ訴求がないんですよ。うん、だから訴求がないのが訴求っていうことは基本的にはないです。これは高等テクニックなんで、広告費を莫大使えるんだったらこういうのはありえます。ただ広告費を使わない、まあ、普通のね YouTuber さんがやるんだったらこういうのは避けた方がいいですね。こういった訴求のないやつっていうのは絶対ダメです。訴求を明確にすることなんですよ。ですんで権威性を使うためにチャンネル登録1万人の何々に認められたってやるかね、それとも真ん中辺にですねもうその YouTube のやり方とかアウトプットの方法は古いんですよと、ここをこうやんないとみたいなね、そんな発想の転換を用いるということで他のところからねファンを取ってくるっていうそんな訴求がありますということですね。いかがですか、ちょっと頭整理できました。次行きましょうか、もうちょっとありますからね。はい、でサムネイルの訴求で強いのは何かっていうとね、さあキーワード50に迫ってきましたけども、残念ながら今日はね50は紹介しません。タイトルでサムネイルのビッグキーワード50ってのを書いてますけども、あれはねまあつかみです。50ってのは実際ありますけども、今回は50を説明してるとねとんでもない時間かかっちゃいますんでやりません。でもちょっとだけ紹介するとサムネイルの訴求で強いのは何かっていうとね、否定表現とか断言なんですよね。なんか曖昧な表現とかねふわっとしたものってのはダメで、うん、まあそういうのがね合ってる動画もありますけどもね、でも基本的にセールスしようと思ったら否定表現を用いて断言をすることなんですよ。それじゃダメだよこうしないとっていう風なもんですかね。具体的に言うとこんな表現があるんじゃないかなと思います。はい、やめろとか無駄だよと時代遅れだよっていう風なことを突きつけて、その代わりこっちですよっていう風に引っ張ってくるってことですよね。はい、そしてね肝心なのはサムネイルとセットで考えておかなければならないものがあります。なんだと思います？サムネイルだけ考えたんじゃダメなんですよ。それからね動画を作った後でサムネイルを考えるのもこれも違います。サムネイルとセットで考えるもの、それは画像です。画像むちゃくちゃ大事なんですよ。だから適当にね画像を貼り付けたりとかやっつけでやっちゃダメですよ。画像がサムネイルとサムネイルのワードとですねどう組み合わさって爆発的に威力を生むのか、逆に人を遠ざけるのか、ここをよくよく吟味しなければなりません。画像、じゃん、訴求にマッチした画像を使いましょうね。
ね、だから何でもかんでも画像をはめ込めやいいってもんじゃないんですよ。場合によっては画像によって再生されなくなっちゃいます。なぜなら訴求しないからです。逆訴求になっちゃいます。こんなん見てもダメだと、これはダメだっていうふうに思わせると、画像を 0.1 秒で見た瞬間にもう次の人の動画の方に興味がいってしまいます。そして二度と再生されません。しまいにはですね、チャンネル解除も起きます。画像大事ですよ。はい。だからね、なぜこの画像にしたのっていうふうに例えば私が聞いた時に回答できないといけないんですよね。例えばいろんな動画私のところにも送られてきますけども、画像サムネイルがついてますよね。え、これなんでこの画像にしたの、なんかこれ意味あるんですか、とどういうふうな訴求でこの画像を取り入れたの、とその画像とキーワードの組み合わせの意味って何なの、これ回答できないといけないですからね。はい。じゃあちょっとね、一例を即席で作りましたんで見てください。タイトルとサムネイルの組み合わせなんですけども、タイトルはね、40代から始める最強の武術ですね。これ画像の組み合わせどっちがいいと思います？ね、画像単体で見るとこのね、私がなんかね憲法の構えをしてるこんなのはね、と受けないですよね。それに比べると画像だけを見ると右側の女の子がちょっとねセクシーなこう入れ立ちをしている、こっちの方が人目を引きそうですよね。ところがですね、訴求ポイントを一つ決めると全然ダメじゃんみたいな画像になるんですよ。ね、右側の画像なんてね、40代から始める最近の武術ってこんなことを書いたら腹立ちますよね。なんだこれ、釣りのためにこの画像を使ってんのかよ、内容大したことねえなっていうような判断になります。でも左の方向見てください。40代から始める最強の武術、お、なんか道着着て道場で本気でやってるじゃんと、構えもなかなか様になってるよね、見た目40代ぐらいの人だな、なるほどっていうなるでしょ。だから画像とタイトルがどういう風に組み合わさってるかってこと非常に大事ですよ。もう右側なんてね、もうとりあえず人目を引きたくってやっつけでやってるっていうのが見えて、こんなん再生してたまるかよみたいなことになっちゃいますからね。ご用心ですよ。はい。そしてサムネイル作成における必要作業、じゃあサムネイルを作るためにその基礎の作業が必要になってきます。実はサムネイルってね、動画を作った後にはいもうしょうがないサムネイルとりあえず作っとけって作るもんじゃないんですよ。実はサムネイルにものすごくエネルギーを使うんですよ。動画を作るなんてことは朝飯前で、サムネイルをどう使うか、そして何をボツにして何を採用最終的にするかってことに心血注いでるわけなんですよね。そういうのって考えたことありますかね。サムネイルの大事さって多くの方が認識してますけども、結局動画を量産する中でサムネイルは放置になっちゃうんですよ。で、放置になるから効果が出ない、効果が出ないからやみくもに作業するっていう風なおかしなスパイラルに入っちゃいます。私が10年以上この YouTube っていうのをやってきて、サムネイルの重要性にもしね重点を置くんだったらむちゃくちゃ大事だということになりますし、大事だったら作業がきっちり必要になってくるんですよ。じゃあ作業の一つ目、どんなことを作業するのかってことをお話していきますね。まあお話したように、訴求にあった写真とワードの組み合わせをリスト化してくださいと。リスト化してますか、これその場でいきなり作ってませんか。いや、あのプロになったらそれができますよ。でもまだね、全然再生数上がってない、チャンネル登録が思ったように増やせてない、稼げてない人がポンポンポンと適当にやっちゃダメですよ、ね、効果が出てないからこそ基礎をしっかりと固めていかないと。訴求にあった写真、そしてワードの組み合わせをリスト化しますか。その前にですね、訴求用のワードの一覧表作ってますか。こういう訴求用のワードが例えばね50個とか100個とかっていうストックがないとダメですよ。ワードにものすごく特化したこの勉強に時間を費やしているかどうかが一つ。もう一つ、サムネイル用状況別画像のストック、画像のストックしてますか。それこそね、私も今回1万ぐらいの AI アートをこの3ヶ月で作りましたよ。お金もかかりました。で、それは1万個画像を作ることによって自分が使いたい状況の画像に巡り合えないかどうか探してるんですよ。1万個を探してですね、使えるのが10個ぐらいです、うん、そのぐらい精査しないといけないんですよね。で、しかも精査して、今回 AI アートでたくさんの画像を作りましたけども、使えるものがほとんどないんですよ。なぜなら私がね、可愛らしい女の子の画像をサムネイルに使ったところで再生してみたら出てくるの私ですからね。ふざけんなとか言われますよね。ですんで、私に適した
アートっていうのはまだまだ探さないといけないですし、今のところね、私はね、自分が撮影に行った画像を使うのがいいかなとまだ思ってますね。まだあの AI アートとかをサムネイルに使うレベルにはなってないかなと思います。はい。でサムネイル作成における必要作業のパート2ですけども、さあワードと画像の用意をしました。そしたら2つ目は何をするかっていうと、今伸びている動画のサムネイルのリサーチをしていきましょうってことです。他の方のね、再生数の伸びを見て、そしてタイトルとサムネイルを見る、この作業だけに一日使い果たしてるかってことなんですよ。人の動画見て面白い動画だなとかじゃないんですよ。あのね、再生もしないのに再生数とサムネイルだけを見るっていう作業を1時間2時間ずーっとやるんですよ。やってますかってことなんですよ。多分伸びてない YouTuber さん、この作業2はやってないでしょ。作業1はやったにしても。ってことは、サムネイルに全然思いが込められてないんですよ。再生されないですよ、そんなの。そんな適当にやっても。で、まだまだ言いたいことはあるんですけども、サムネイル1個についてもね、このぐらい熱々と語れるぐらい、私の場合はやってきたってことなんですよ。ね、はい。で、今伸びてる動画のサムネイルのリサーチなんですけども、どんな画像が今伸びてるか、どんなワードが伸びてるか、パラパラパラっと今答えられますか？リサーチしてれば、その傾向がすぐに答えれるはずなんですよ。というかもう使ってるはずなんですよ。ね、リサーチしてないからわかんないんですよ。で、他者から学ぶことをやめてしまってね、もう学べないですよね。例えば誰かのコンサルを受けました。そのコンサルだけでいいんでしょうか？ね。そのコンサルさんも使いながら、自分でもリサーチしていくってことをしなければならない。もっと言ったらコンサルはですね、リサーチの方法を教えてくれるかどうかなんですよ。だから今お伝えしてます。私が今ね、この動画をご覧になっている方にお伝えしているのは、どういうふうな作業を自分ですると力がついていくかってことです。作業1、ね、サムネイルのワード、画像、これをたくさんストックしてますか？組み合わせの練習をしてますかってことをね、1で申し上げました。作業2、じゃあどんな画像とどんなワードの組み合わせが高い再生数を作っているのかってことをリサーチしてますかってことなんですよ。この作業一緒にやってますか？やってないでしょ。やってないから今この動画見る羽目になってるんですよね。次です。あとね、何に訴求してるかってことをちゃんと見えてますかってことなんですよ。どんなサムネイルも何かに訴求してるんですよ、効果が出てるやつはね。だから何に訴求してるかを、そのサムネイルを見た時にパパッと答えれるように、訴求に対して、ちゃんとね、自分で頭使って、理解してないといけないんですよ。ね、何に訴求してるかね。だから、権威性って言ってね、竹原慎二さんが出てくるやつか、それとも、人物なんて出てこずに、そのプロテインダメですよ、新しくこういうのがありますよ、とかね。うん、どういうふうなものに訴求してるかってことが、ちゃんとサムネイルから、話題がね、出てくるじゃないといけない。だから私とね、YouTuber 対談とかありますけども、その中で、いいサムネイル見つけたんですよ、とかね、このサムネイル何に訴求してると思います？みたいな感じで、こうやって話し合いが進むと、すごく役に立つと思うんですよ。はい。で、自分の動画ジャンルに適しているかって問題もありますよね。せっかくね、可愛らしい女の子の写真を撮った、画像を作った。でも、再生したらね、出てくるのが私の顔だったとかね。ふざけんなってなるでしょ。だから、サムネイルから画像とかね、キーワードから、まあ、こんな内に動画の内容なんだろうなっていうふうに思った、その通りの動画が再生されないと信頼を失うってことなんですよ。要するに、サムネイルで釣ってるって思われたらね、もうね、塾なんて売れないですからね。あ、この人売るためだけにやってるわってなるんですよ。だから実はサムネイル適当に作ると、セールスに関わるんですよ。それこそね、問い合わせすら来ないっていう状態になりますからね。まあ、ですんで、本当にね、サムネイルって心血注ぐ必要があるんですよ。それが少し伝われば今回の動画もちょっと意味があったかなと思います。はい。そして常識の転換できていますかっていうふうなことですけども、どんなことを私が言おうとしたのかちょっと忘れましたね。はい。そうそう。これでした。今までお話してきたことのまとめになりますけども、動画を作って最後にサムネイルをポンとつけるんじゃないんですよ。まずね、サムネイルを作るんですよ。サムネイルを作ってから動画を作るんですよ。これ例えるとね、まずは、飲食店作りました。看板作りました。その飲食店はお好み焼き屋さんです。で、
お好み焼きのレシピをその後作るって感じなんですよ。そのぐらいの発想の転換が必要ですよ。サムネイルを作ってから動画なんですよ。で、私の場合はサムネイルっていうのは今までね、随分撮影に行きました。まあ、最近も行ってます。サムネイル撮影をするときに動画の構想をするんですよ。最近ではね、寺にまたね、撮影に行ったんですよ。寺に撮影に行って、で、自分の車と行ってですね、車と寺の組み合わせ、そして時には私自身が出るという組み合わせで、どんな動画をしようかなと思ってね、考えながらサムネイルの画像の撮影するんですよ。だから動画を撮った後に、なんかこの動画に合った画像ないかなとかって探すんじゃないんですよ。逆なんですよね。サムネイルを作った時にはもう動画ができてるんですよ。構想が。で、撮影は後付けなんですよ。そのぐらいの発想の転換が必要です。はい、ちょっとね、一例を出してきました。サムネイル撮影するときに動画を構想するってことなんですけども、まずね、左上ですけども、わざわざ私が、後ろ姿を自分でこれ自撮りしてるんですよ。ね。で、これは、このタイトルと、まあ、こういう風なね、フォーエバーっていうことを匂わせるための動画にしようと思ったんで、あ、これは後ろ姿で、去ろうとしてる私の姿がいいなと思ったんですよ。それによって、あ、速稼塾は終わっていくんだ。もう最終回なんだっていう風な雰囲気を出している時、途中のこれ動画のサムネイルだったんですよね。まあですんでね、もうすぐ速稼塾は最後のセールスですよとかね、もう速稼塾はセールスしませんよってことを散々パラこの時期っていうのは、動画で言ってたんですよ。で、最終的に、速稼塾のイリュージョンっていうね、最終回、イリュージョンっていうのは吉谷さんとやってる、あれですよね、セミナーなんですけども、だから随分前ですよ。だからイリュージョンの、リアルセミナーに勧誘するための、このサムネイルなんですよ。そしたら動画をずっと見てきた人で、どうしよう、合宿行こうかなどうかなって迷っている人が、あ、今回逃したらもう本当終わりなんだって思わせるようなサムネイルをわざわざこの姿で撮影に行ってるんですよ。だからね、何のための動画を作るためにサムネイルを撮ったのか、サムネイルの撮影にしたのかってこと、タイトルをどう決めたのかってこと、全部そうなんですよね。真ん中行きましょうか。速稼塾って書いてます。これもね、わざわざね、撮影に行ったんですよ。これ岡山の方に撮影に行って、後ろの、あれはね、古民家なんですけどもね。なんかいい感じの古民家にわざわざ和服を着て行って、それでこうやって正座をしているところで目を、つむってね、瞑想しているところを撮影したんですよ。その時に、このキャッチコピーもすでに考えました。字体もそれに合わせたものを選びました。速稼塾の、これね、セールスのためのサムネイルです。後払いでも全く問題なし。儲かってから払うでも OK。まあ、このキーワードも魅力的なんですけども、もう落ち着いてね、あなたの来るのを待ってますよっていう風なね、誠実さを表すための、まあ、この雰囲気の画像なんですよね。次。全く様相が変わりましたけども、右側。ドローンで飛んできましたってからね、宇宙戦艦ヤマトの艦長みたいな格好してますけども、そして、これはね、実際にドローンで撮影してきた画像を組み合わせてるんですよ。まあ、ですんで、これはね、ドローンのカリキュラム、ドローンで動画撮影をして、それで YouTube の再生回数を上げましょうみたいな、そんなカリキュラムやったことがあったんですけども、そのためのサムネイル撮影に行ってるんですよ。で、もっと言ったらね、自分で趣味でドローン買って、あ、面白いなと思ったからその場で撮影して、お、このドローンのコミュニティ作ろうかなと思って、わざわざ宇宙戦艦ヤマトのコスプレに着替えて、で、撮影して切り抜いて、このサムネイルを作ってから、じゃあカリキュラムを作ろうかなっていうふうに考えていったんですよね。はい、そしたら今度は左下ですね。これはね、FX の教材を販売するときの、一つのサムネイルです。負けない速稼塾投資術って書いてますけども、FX とは書いてません。投資というふうにわざわざ入り口を広げてるんですよ。そしたら投資に興味がある人が、まずね、ここに興味を持っていただいて、この画像を再生したら、一体どんな投資なのかなってことがだんだん分かってくるんですよ。その中で、投資全般に言える資金計画っていうのについて語っています。さらに、私の塾生さんの感想を15話。これをね、紹介してるんですよ。15話分です。だから結構長い動画になります。で、これを再生したら、まずは投資全般に興味があった人が、あ、ちゃんと資金計画してるじゃん、この人。っていう風になってきて、で、その資金計画をもとに、どうやって投資で勝ってるのかなと思ったら、FX のことをね、淡々と語り始めるんですよ。で、最後に、私のこの投資術、資金計画で、資金を減らさずに増やしていく方法を FX で実践してますよっていう風な畳みかけになってるんですよね。まあこれによって、今回は、この時はね、私の教材ではなかったんですけども、教材70個30万で売れてるんですよね。70個
個ぐらいですよね。だから30万で70個ですから2000万ですよ。このサムネイルで2000万売ってるんですよ。はい。で、次です。これはですね、信じるっていうのは思考停止のことなんですよ、と。だから、まあ、例えば宗教とかね、あと誰か一人を信じるとかって危ないですよ、と。信じちゃうってことはもうね、そればっかりやるってことなんで、常にリスクエッジで信じたものがね、ダメになったらどうしようってことを考えながらやっていくんですよっていうふうな、そんなタイトルですよね。そして後ろの画像、どうですか？これはね、島根県か鳥取県だったかな、鳥取県のね、水木しげる記念館かどっかに行って、こういう妖怪のくる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 周りの画像があるんですよ。それを撮りに行ってるんですよ。まあこれは旅行のついでに撮ったんですけどね。あ、これ使えると思って、とりあえず画像を撮ってきたんですよ。そしたら、この時の思考停止っていうキーワードとうまくはめ込めたなっていうので使っています。だからね、私の場合こうやって自分自身が出てくるサムネイルが圧倒的に多いんですけども、だって自分が顔出しで喋ってますからね。そうなりますよね。だからここに可愛らしい女の子が出てきてサムネイル作ったら、で、再生したら私が出てきますから、なんだこれってなっちゃうでしょ？うん。だからね、やっぱり画像の責任って重いんですよ。サムネイル画像の責任って。サムネイル画像に出てきた人が当然動画再生したら出てくるだろうなと思って再生しますからね。だからタイトルもそうでしょ？サムネイルに書いてある文字が動画で詳しく語られると思うから再生するわけでしょ？サムネイルで出てくる画像の人が出てくると思うから、もしくは背景と関係があるもの出てくると思うから再生するわけじゃないですか。だからね、動画の内容と関連付けてなかったらこれサムネイル詐欺になっちゃうんですよね。で、人気がなくなって再生されないし、まあそういうのは本当に勘違いを生んでですね、YouTube の信頼そのものを毀損しかねないというところまでちょっと話は大きくなります。じゃあそろそろ最後になります。はい、例えばね、こういう風なサムネイルも結構効果がありましたってことで最後に紹介させてもらいます。速稼塾の YouTuber 養成講座ね、この中では実際に効果のあるサムネイルのキーワードとか画像の例とかね、組み合わせたサムネイルの私の10年間の蓄積を全部こう紹介してるんですよ。その中で特に効果があって一気にね、再生数が10以下だったやつがいきなり3000、4000になったみたいな、そんなサムネイル1本、サムネイルを変えるだけで効果が出ましたよってのもバンバン紹介してます。で、これ負担にならないように10枚単位で紹介してますんで、その10枚を見て、あ、参考になるなと思ったらすぐにパクってもらうとね、タイトルとか画像の雰囲気をパクってもらって、場合によってはね、私が撮影したものを差し上げますんで、で、それを使っていただきたいと思います。で、今回のこのサムネイルなんですけども、私がね、セミナー講師みたいな格好をして会議室でホワイトボードの前で喋ってるでしょ。これは実際にセミナーを私がやっていた時の画像を塾生さんからいただいたんですけどね。で、ここにホワイトボードには1000万円稼ぐ方法っていうことでお話をしていたんですけども、で、これを使ってですね、一人で稼ぐマインドもノウハウもコツも失敗の法則もお伝えします。速稼塾 YouTube 戦果ってありますよね。で、今回は、実際にこの YouTube 戦果のセールスはしてないんですけども、例えば、YouTube の、一つのね、コミュニティとか、塾を売るとしたら、こんな感じになると思うんですよ。で、10年連続、月収200万の伝授をしますよ、と。で、私は10年連続で、これを実際達成してるんで、このぐらいのレベルからはお話ができますよってことなんですよ。またですんで、YouTube で稼げてない人とか、YouTube での、その経験年数が少ない人から学ぶか、それとも、もうね、10年前から動画を投稿して、今に至るまで動画をね、このペースで投稿している私の言うことを信じるか、まあ、その選択になってくるかなと思います。もちろんね、私はね、自分のことを信じさせるために、あの手この手を使ってるわけではなくって、ただ実際に自分が見てきた景色を、見てきたまま等身大でお伝えしてるだけなんですよね。だから売り上げに焦ってね、畳みかけるようにやってる、そういう人とは違いますんで。ただ今回申し上げますけども、別に YouTube 戦果私売ってませんからね。だから本来でしたらここから誘導に入るんですけども、今回は気になる男シリーズというね、そのコーナーの一つとして今回のスライドショー動画やってますんで、本当にこの YouTube 養成講座があると思わないでくださいね。ただし、いつでもできます。サムネイルの50もいつでもお伝えできます。今日はやりませんけどもね、ちょっと話しただけでもこんだけ30分ぐらいになっちゃいました。本当にお疲れ様でした。まだ気になるところシリーズ続きますんで、ぜひね、これからもお楽しみいただければと思います。私もそうですけども、覆面 YouTuber のタカさんも、副収入をね、やっぱり YouTube で作ってほしいという思いから、このやり取りさせてもらってます。ぜひね、今回、12月20日になりますけども、21時から、
タカさんとのズーム対談ありますんで、そちらの方もご覧いただければと思います。じゃあタカさんね、スケジュールの方を調整していただいたと思うんで、あとはね、どんな内容で話を進めていくか、こちらの方もまた教えてください。よろしくお願いします。ではありがとうございました。はい、どうも。今回もキーワードで訴求していきましょう。速稼塾の久保です。前回ね、ネガティブ訴求って言って、人の嫌な感情に訴えかけて行動を変えたりとか、購買動機を起こしたり注目させたりっていう言葉を紹介しました。で、今回もサムネイルに使えるポジティブな訴求ですよね。前回と逆で、訴求というものをキーワードにして、今回は逆でポジティブな訴求、まあいい気持ちにしたり、ものすごく人の気持ちを盛り上げてですね、クリックしていただこうという、そういうなキーワードを並べてみました。で、このキーワードに組み合わせる画像も結構ね、元気が出るやつとか、やる気になるやつとか、そういった画像を探してきて組み合わせていただければと思います。じゃあ早速行ってみましょう。ポジティブ訴求の一発目はご覧になってます、爆買いですよね。爆買いって言葉もうかなり長い間使えてますけども、今からでも全然使えるんですよ。まあ、これから年末年始でちょっと過ぎましたけども、クリスマスの時期にこれを爆買いしようぜ、もしくはこれが爆買いされてますとかね、海外から来た人は日本のこれを爆買いしてるんですっていうことで、何々っていうふうな興味を呼ぶことができます。その他ね、ご自身が YouTuber されてる場合は、買い物をした時の動画とか、バーゲンの現場に居合わせた時など、この爆買いしましたみたいなので、人の注目を集めることが有効になってきます。例えばね、ゲームの新作を爆買いしました。爆買いっていうとたくさん買ったような気がしますけども、1個しか買ってないのに爆買いっていうのもね、なかなか面白いんじゃないかなと思います。あとはね、マック爆買いですよね。マックでチキンがいっぱい出てますけども、チキンをたくさん買ってね、じゃあ自分が一人でどこまで食べれるか試してみたみたいなね。で、爆買いをしたら店員さんがどのぐらいびっくりするかね。バリューセットね、ハッピーセットですか、ハッピーセット100個注文してみましたみたいなね、マック爆買いっていうのもあると思います。10人で100個爆買いっていうと、1人当たり10人前を受け持つことになりますから、そんなに無理はないかなと思いますけども、そんなことをやってる YouTuber さんもね、ちょっといましたよね。まあ、つまりね、自分にできそうもないことを YouTube で代わりにやってあげるよと、その結末がどうなのか見たいでしょみたいなところを売っていくわけですよね。またユニクロ爆買いです。まあ、ユニクロがね、ものすごく商品の価値を高めてきてますけども、でもまだね、安い商品があります。ワゴンセールとかですよね。じゃあワゴン1個爆買いしてみましたみたいなね、まあそんなやつもあるかもしれません。まあ他にもね、ちょっとすぐは思いつかないんですけども、ユニクロ爆買いに、まあ、ちなんでね、そのアパレルの世界での爆買いっていうのは今でも結構ね、バーゲンセールとかありますんで使えることになります。こういうふうに、あ、自分も買ってみたいな、行ってみたいな、見てみたいなっていうふうな思いを起こさせるために、爆買いっていうキーワードを使って訴求するわけです。ポジティブ訴求の一発目は爆買いでした。二つ目は何でしょうか。増えますってやつですよね。なんかね、これはね、ツイッターとかやってる方かもしれませんけども、要点は増えますっていう風にビックリマークで断定することなんですよ。これもポジティブ訴求です。増えたらいいなっていう気持ちに対して、いや、増えますよっていう風に励ますわけなんですよ。増えるかもみたいなのはダメです。YouTube のサムネイルってのはもう断定系がいいわけですよ。ちょっと弱気などっちつかずのやつは、これはスルーされちゃいます。例えばこういう例ですよね。何々をするとフォロワーが増えますと。こういう風にするとチャンネル登録が増えますっていう風に断言していると、そこにはね、人のクリックを呼び覚ますような動機が存在するってことです。あとね、次大好きでしょ、お金が増える5つの法則っていうサムネイルがあると、ついつい私もね、クリックしてしまうんですよね。お金が増える5つの法則、あ、5つなんだ。で、実はね、この5つの法則って書いた時に、動画の長さが3分とか5分だと説得力ないんですよ。サムネイルには動画の長さが見えますんで、例えばお金が増える5つの法則ってのが15分とか20分で語られてると、一個一個の法則についてしっかり説明してもらってるなと、これは役に立ちそうだなっていうふうに、再生前に再生時間で判断されることがあるんですよ。まあですんでね、お金が増える20の法則になってくると、もっともっと時間が長いのがまあ当たり前かなというふうに受け取ってもらうことができますんで、ここで言うのは、増えますよっていう風に断定することも大事だけども、こういう風にね、3つとか5つってつけた場合は、ある程度動画の長さがないと信用されませんよってことになっちゃいますね。お金が増える5つの法則とか言ってね、3分の動画だったら結構はしょってるな、最後にはこちらをクリックとか LINE に登録してくださいっていう風に誘導されるんじゃないのっていう風に、今 YouTube を見てる方はね、すぐにピンときますからね。はい、次です。出会いが増える3つの〇〇〇ね、これもいいですね。
うん、なんか可愛らしい女の子と出会いたいなと思ってる人がね、出会いが増える3つの場所なのかな、法則なのかな、3つの言葉なのかな、ね、まあ、いろいろとここに〇〇〇にはね、それぞれのなんかメッセージを送ったらいいと思いますけども、うん、まあ、この〇〇〇でもいいですよね、うん、曖昧に、こう曖昧にすることによってまさに逆張りをするってこともできると思います。出会いが増えるを断定して3つの何をしたら絶対に増えるっていうふうに約束しきれてるのかなっていうふうに思わせることができるってことです。はい、で次のキーワードです。最短最速最強ね。この言葉っていうのはね、昔からね使われてるんですよ。これね、視聴者さんがね選択しやすくなるんですよ。あ、最短とか最速とか最強、もっともっていう言葉に対して他を見る必要がないなっていうふうにこう思わせることができるんですよね。でこれも最短最速最強を使いすぎるといつも言っとるやんみたいになるんで、やっぱりね効果的に使うことが大事です。はい、こうやってね動画でスライドショーやってますけども、ワードになんかタイピングしたものを読んでるだけっていうね、これでも実際前回ねネガティブ数級の時に有料級のなんかね情報でしたみたいなことで書いてくださった方もいるということで、まあメッセージは伝わるんですよね。まあだからあんまり形にこだわらなくてもいいのかなと。ただし商品化する場合はそこそこね見栄えのいいものにしないといけないんですよね。まあこれもだからね、商品じゃないからここまでラフにできるんですけども、まあでもね希望の方がいらっしゃったら、この原本をワードでメールで送りますので、動画概要欄からメッセージをいただければと思います。ワードで、ネガティブ訴求ポジティブ訴求まとめたこのワードのファイルをね送りますんで、よろしくお願いします。はい、では今回のポジティブ訴求まだ続きます。完全攻略ね、完全攻略、ゲームとかでありますよね。完全攻略、恋愛でもいいですよね。なんとかかんとかっていう風に続けちゃうといいと思います。サムネイルもそれに合ったようなやつを作ってくださいね。後ろにね、ファミコンがぼやーっと映ってるやつとか、後ろに女の子がキュンとしてるやつとかね、ああいうのを組み合わせることによって完全攻略、何々何っていう風にポジティブ訴求ができるということになります。例えばね、これ一本の動画で全てわかります。ね、こういう風に補助してもいいですよね。完全攻略の意味っていうのは、あ、これさえ見ときゃいいんだとかね、になってくるわけなんですよ。でこれもさっきと同じで、完全攻略なのに動画が5分とか10分で終わっていたら説得力ないんで再生されないんですよ。だから50分とか60分ぐらいの、あ、そうですね、長い動画、1時間前後の動画に対して完全攻略何々何って書いてあると、あ、これはしっかりと作り込まれてるな、これ永久保存しよう、何回も見ようっていうふうにブックマークしてくださる可能性が強いっていうことになります。長い動画に有効ですよね。例えばアラフォー婚活完全攻略っていう風なサムネイルのタイトルがあって、そこにそれなりの画像がはめ込まれていると、なかなかね効果的に見えるんじゃないですか。それに対して再生時間がやっぱ40分50分あると、あ、これはしっかり見ないとなっていう風に当事者に思わせることができます。またですね、受験勉強をする時にもこのサムネイルってのは使えるんですよ。最近は受験勉強も YouTube でする例が多いですよね、特に資格試験とか。そうすると、例えば今回行政書士を例にとりますけども、行政書士試験に何人も合格させてきた YouTuber さんがものすごくね、行政書士試験に通るための完全攻略みたいな動画も作ってくださってるんですよ。じゃあこれが2時間半だとしたら、その2時間半の動画って通常は多くの人がね避けたいところですけども、行政書士試験にもう完全にフォーカスしてる人って、あ、この動画しっかり見とこうっていうふうに授業だと思って見ていただける可能性が高いですよね。この行政書士試験は別に販売士でもいいですしね、パティシエ試験でもいいわけですよ。うん、もちろん YouTuber なんとかかんとか完全攻略でもいいですよね。長い動画に効果的、そんなポジティブ訴求になってます。はい、次です。こういうふうに書いてる例もいいですよね。何々見てくださいっていうね、これペルソナに訴求です。これはね、30代の方見てくださいとかね、うん、大きなお金を失った方見てください、詐欺られた方見てくださいっていうような書き方をするんですよ。ペルソナに訴求です。ペルソナっていうのはどんな人を想定してこの動画を作っているかっていうことのペルソナ、頭文字を取ったものです。ペルソナで検索してペルソナを調べてください。そしてね、調べた後はペルソナとは何だっていうふうな動画をアップロードするとよろしいかと思いますよ。そうすると YouTube でなかなか商品が売れない人、見てください、ペルソナに訴求するんですよっていう風な動画サムネイルができるんじゃないですか。はい、例ですけども、20代の女の子を出会いたい人、20代の女の子とですね、20代の女の子と出会いたい人だけ見てくださいってやるとどうでしょうか、ね、まさにね、そういう男性が見るってことになります。次、
50代転職希望、転職希望の方だけ見てください。これもいいですよね。50代で仕事がない、もしくは仕事を変わりたいっていう方が、あ、これ俺が見る動画じゃんっていう風になってくる。つまりはペルソナに訴求してるんですよね。次、今月あと10万欲しい人だけ見てください。今月も残り1週間ぐらいになりますけども、あー、今年中にあと10万あればいいなーって人はこれ見るでしょね。ペルソナに訴求してるんですよ。こういう目的の人、こういう対象の人、こういう欲望の人に訴求する、つまりペルソナに訴求するために何々見てくださいっていうのを使います。次です、注意。注意って言葉があるだけで私たちはやっぱり注意して見ることになりますけども、これね、ネガティブ訴求の時のキーワードでも出てきたのをまさに逆用するわけなんですよ。例えばこうです、痩せすぎ危険なダイエット5選、もう痩せすぎちゃって困っちゃうぐらいすごいダイエットですよっていうので5つ紹介するとかね、稼げすぎで注意ですよみたいなね、こんなんね、ワクワクしちゃいますよね。あとモテすぎ注意な地方都市5選、そうなんですよ、日本にはね、ここに行ったらどんな男性でもモテちゃうっていう風なね、地方都市市区町村があるんですよ。ご存知です？これ5つあるんですよ。行っただけで結構街歩いててもね、すいませんちょっと時間いいですかって女の子の方からね声かけてもらえるんですよ。こういう地方都市が日本に、この日本にですよ、5つあります。しかも陸続きのところばかりです。いや、どうですか、こんなサムネイルがあったら何々ちょっと再生だけしとこうかなって思っちゃうでしょ、うん、まあそんな都市ないですけどね。はい、次です。攻略法っていうね、サムネイルタイトル、これも使ってください。攻略法1、攻略法2、攻略法3みたいな感じでシリーズものに有効です、ね、例えばツイッター攻略法その1、ね、ツイッター攻略法その2みたいな感じで続けて見ていただきたい場合です。この場合、一つの動画が5分ぐらいにまとまっていると見てもらいやすくなりますよね。ツイッター攻略法その1、ハッシュタグっていうね、サブタイトルつけてやっていくと。そしてその2は別のね、この言葉を使えとか画像編とかね、そういう風にやってどん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 シリーズ化させていくことができるでしょ。で、 YouTuber で活動してる時にこのシリーズものを作ることも非常に重要なんですよ。どのシリーズが受けるかなっていうことと、シリーズものがずっとね、一定の再生数を維持してるってことは最後に成立を持っていけるってことなんですよ。だから上手にやってる人ってこのその1その2その3ってやつをやってますよね。この気になる男シリーズをやっぱり100話前後とか200話前後で成立が来たでしょ。これはだからこの気になる男シリーズをずっと見てくださってる、再生数を維持してくださってる人のために、その気になる男シリーズのリアリティの延長線上にある商品を紹介するっていう流れなんですよね。はい、次です。 YouTube ショート動画攻略法パート1、こういうのこれから出てきそうですよ。YouTube ショート動画攻略法パート1パート2パート3みたいな感じで、今回こういう風のやったら受けましたとかね、びっくり系とか結末が気になる系とかダンス系とか可愛い女の子編とかね、あんなやつですよね。であとマッチングアプリ攻略法上中下巻みたいな感じでやると、これも攻略法っていうキーワードを使って全編をね見ていただける、もしくは下巻だけは有料ですよっていう風なセールスもできるよってことです。はい、もうちょっとありますよね。あとね、サムネイルで受けるキーワード、始め方ってやつですよね。これ始め方っていう言葉ですよ。これね、ハウツー系によく受けるんですよ。例えばね、 FX 株の始め方っていうタイトル、まあ FX 株っていうふうにまとめちゃダメですけどね、 FX の始め方とか書いてあってね、始めにスタートするときに必要なのはこの3つしかありませんとかっていうサブタイトルを打っておくとかね。当然後ろには取引のチャートみたいなのがあると雰囲気出ますよね。それから YouTube の始め方みたいなのありますね。 Gmail を持っている方は YouTube がすぐ始められます。アカウントを YouTube のが自動的に作られてますから、あとはこの設定をするだけですみたいな感じで YouTube の始め方っていう風な、始め方っていうキーワードを使うことです。というのがね、これから始めようかなっていう人っていうのはどのジャンルにも今日この場でも存在してるんですよ。だからその方をイメージして、その人のために今回の動画作りましたよっていう風にやると、なんとかかんとかの始め方っていう風なタイトルができるってことになりますね。楽器の始め方ってのもあるでしょ。例えば50代から始めるピアノの始め方でもいいわけですよ、ね、50代から今更ピアノなんてなーっていう人でも、よくね、自分の子供の、ね、娘の結婚式にピアノを弾くお父さんとかいますけども、まあ、そういった形でこれから一発やってみるかとかっていう人っていうのは、この50代ぐらいでもやっぱいるんですよね。50代で 400cc バイクの始め方みたいなのあるわけですよ。どうやってバイクを選ぶのかで、中古市場はどうなのか、乗り方とか保管の方法とかね、メンテナンスをどういうふうにすればいいのかってことを、バイクを購入する前に
いろいろ調べておいて、できそうだなと思ったらバイクを購入する。つまりはバイクの紹介のアフィリエイトサイトに YouTube から飛ぶってこともありえるわけですよ。こういうふうなね、始め方っていう言葉を使ったハウツー系のサムネイルもポジティブ訴求として結構使えます。次です。やったことね、これはね、自分の経験を語る時です。2022年、稼ぐためにやったことみたいなね、そんな感じでタイトルサムネイルを作ると、何々っていう感じでやっぱりずっとね、自分の動画を視聴してくださった方とか、これから興味を持って自分の動画で見てくださってる方に訴えかけることができるということになります。例えば2022年やったこと、1ヶ月で5キロ痩せるためにやったこととかね、これに3選とかって3つのことをやりましたよっていうのが明示されてるともっといいかもしれないですね。はい、次、17歳年下の女性と出会い結婚するためにやったこと1年。これはまあ私のことなんですけども年下の女の子とどうやって出会うかっていうことと、その女の子とどうやって結婚するか、1年どういうふうにそのために過ごしてきたかってことを、まあドキュメンタリーでやっているね、そんなこともできますよね。これは私の実体験なんで、いつでも話すことができるんですよ。まあですんで、自分の体験がアクセスになりお金になることのいい例ですね。次、スマホで副業毎月3万、やったこと10ね。スマホで毎月3万稼げる副業ってのがあるのはよく知ってるんだけども、そのために何をやればいいのかなってことが分からない。で、そのためにやったことは10個ありますよっていうふうになると、あ、これもちょっと見ておこうかなと、一つぐらい自分に取り入れられることがあるかもなっていうふうに思っていただける。つまり今回やったことっていうふうなね、訴求が効きますよってことです。これはね、主に実績を出したこと、例えば覆面 YouTuber で月収100万、そのためにやったことみたいなのやるとね、結構再生されるんじゃないかなと思います。はい、まだありますよ。〇〇〇な方法ってやつですよね。これはね、方法系の量産が有効ってことになります。で、方法って世の中にたくさんあるんですよ。で、1ジャンル特化型のアカウントを作ってる方にこれは主に有効です。まあ例えばね、節約を志向している YouTube アカウントを作った人ってのは、そのままでスマート代を約する方法みたいなのね、その方法をいくつか紹介していくよって感じで、この方法の動画を量産することができるということになります。あとはね、視力を回復する方法っていうのも多くの人が求めてる情報じゃないかなと思います。視力を回復する方法その1その2その3みたいな感じでやっていくこともできますし、視力を回復する方法40代編50代編とかね、そんなのもあると思います。視力を回復する方法ね、視力 0.5 の人向けとか 0.2 の人向けとかね、そういうふうに細分化することもできます。視力を回復する方法食べ物編とかね、日常生活編とかね。ちなみにエビとかカニのナイアシンを含んだ食品を食べると、眼病予防に効果があったり、視力回復に、効果があったりするらしいですね。まあアジやサバみたいな DHA EPA を含んだものもそうらしいです。はい、次、生活保護を受給する方法これはバリエーションとして、補助金受給の方法とかね、助成金受給の方法とかね、例えば金額を打ち出してもいいですよ。最大500万補助金のもらい方とかね、こういう風な何々な方法ってやつもポジティブな訴求として有効です。サムネイルに使ってみてください。まだまだありますよ。もうちょっといきましょうかね。選び方ってのがあります。これはね、人のめんどくさいを代行した動画に有効です。例えば50代のモテる冬服の選び方っていう動画を作ったとしますよね。そうすると、自分で服を選ぶのが下手な人が、こういった YouTuber さんの選ぶのが上手な人の知恵を借りて、なるほどっていう感じで動画を見るってことになります。で、私もね、スマホケースってのを買うときにね、よく見るんですよ。スマホケースの選び方っていう動画を見て、あ、なるほど、これにはこんなメリットやデメリットがあるんだみたいなので選んだりします。そしてその YouTuber さんの動画概要欄から、今回紹介したスマホケースはこれですっていうふうに URL が貼ってあるから、そっから購入するんですけども、やっぱアフィリエイト報酬がね、 YouTuber さんに入りますよね。はい、その他ね、動画編集ソフトの選び方、これ気になる方いるんじゃないですか動画編集ソフト、やっぱりたくさん出てるんですけども、その中で、YouTuber、 特定の YouTuber を見た時にね、私の動画総編集ソフトはこれですよっていうふうに、自分の気になっている YouTuber さんが使ってる動画編集ソフト同じのを使いたいじゃないですか。まあだからこれも結構ね、動画ソフトを販売するときに有効なんですよね。まあ販売しなくても勝手にアフィリエイトで YouTube は広告ついてくれますから、自分の動画編集ソフトはこれですよっていうふうに紹介するだけで、
そこからね動画編集ソフトが売れてコミッションが入る可能性が高いです。次、選び方です。彼女も感激、車で行けるイルミネーションスポットの選び方。これね、車の選び方ってやつでもいいんですけども、今回はクリスマスってこともあってイルミネーションスポットの選び方っていうのをやっていくといいんじゃないかなと思います。はい、で次ですね、まあもうちょっとにしておきましょうか。はい、長くお付き合いいただきましてありがとうございました。あと5分ぐらいで終わります。今回もね、世界一わかりやすいっていうサムネイルのタイトルですね、これにとある画像を貼り付けて初心者をターゲットにするようなサムネイルを作ることができます。例えば、1万本やってわかった世界一わかりやすいショート動画の作り方。これ、こういうのってこれから出てくると思いますよ。ね、ショート動画の作り方、ショート動画の当たり方とかね、当て方とかね。次、業界10年、世界一わかりやすい復讐の作り方みたいなのもね、あるでしょうね。うん、世界一わかりやすいってやつですよ。いや、本当に世界一かどうかわかりませんよ。次、AV 男優が明かす世界一分かりやすい女の子の活かせ方みたいなのもね、こういうのもあれですよね、匿名の YouTube アカウントがあっても不思議じゃないですけども、でも AV 男優が明かすみたいな感じでね、やっぱり普段こう AV 男優の知り合いとかいないじゃないですか。でこういう活かせ方なんてインターネットでこっそり調べるでしょ、やっぱり人に聞くもんじゃないですよね。だからこういうのもニーズがある。逆に匿名だからこそニーズがあるとも言える、そんなジャンルじゃないかなと。まあとにかく今回は世界一分かりやすいっていう言葉を使うといいですよってことになります。それで次が最後です。まあよくあるやつですね、やっぱりね、ランキングっていうのを使ってください。例えば今年感動した Amazon 無料映画ランキングっていうやつをやっていくとかね、メルカリ実際に売れた変なものランキングみたいな感じでね、うん、なんかね画用紙に書いた落書きみたいなのをなんか3000円で出してる人がいて、しかもそれがソールドアウトになってたんですよ。これも結構変なものが売れてるなと思いましたけどね。次、危険激辛カップ麺焼きそばランキング10みたいな感じで、ね、これも結構やってるでしょね。カップ麺とかカップ焼きそばで意味もなく辛いやつってあるじゃないですか。それを食べてる動画とかをまとめて、トップ10ですよみたいなのやっていったりとかね、そういうものもこのランキングってやつですね、これも使えますんで、特に年末が押し迫った時期、なんとかかんとかランキングっていう動画ってのは結構再生される、可能性が高いですから、これ年始にもね結構再生されるんですよ。ですので YouTuber としてはこの時期なんとかかんとかランキングっていう、ね、動画をね少しでも出しておきたいなと思うのは私だけではないはずです。ということで今回はねポジティブ訴求ということにフォーカスしていろんなキーワードをお送りしてみました。ぜひサムネイルに使って活用してみてください。じゃあまたね。はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回もですねサムネイルに使うと効果的とされているそのキーワードをね訴求というテーマでお届けしようと思います。今回はサムネイルに使いたい訴求シリーズ第3弾数字で訴求するでございます。再生数を10倍にするというふうに書いてますけども、10倍にできないかもしれません、すいません。しかしですねこのキーワードを使わずにやって10倍になることはないです。ただ使い続けると10倍になる例はボンボン出てきますんで、その影響力の強さにまあ驚いてみてください。まず1つ目、数字の訴求ですけども%っていうのを使うとね、やっぱ人はねおというふうに訴求されるんですよ。つまりは再生ボタンを押すということになります。これはですねどんな心理状態に訴求するかってことなんですが、データで示すと人は興味を持ちやすいというところに根ざしております。例えばこんな使い方です。 99% その方法間違ってます。 99% これをやると成功します。 99% の人がこうなっちゃいます。こちらにですね、効果的な画像をはめ込んで訴求してみるといいんじゃないでしょうか。やっぱりねこれね 100% って約束できないところはねちょっと残念なんですけども、でも 99% そうなるよっていう風に語りかけると、あだったらちょっと試してもいいかもなっていう風に、このようにね人間心理はデータに弱い数字に弱いっていうところ、これを使っていきます。2つ目もちょっと似てるんですけども、何分〇〇分って書くやり方ですよね。これはですねより簡単に楽に結果を出したいという、サボりたいという心理に根ざしてます。例えば3分で稼げるよとかね、毎日5分で痩せるよとか、月に1回で3万稼げる副業だよっていうふうに書いたらどうでしょうか。あだったらできそうだなっていうふうに思わせるじゃないですか。
このように具体的に時間を示すことによって効果が出るまでの目安がすごく立ちやすくなるっていうところに再生ボタンを押させる心理トリガーがあります。次、先ほどと大体同じなんですけども、秒っていうのを使うこともありますよね。それから何日でっていうのもあります。これはどんな人間心理に訴求するかということなんですけども、ある程度の努力は覚悟しているが、できるだけ早く結果を知りたい、そのために一体いつまでやればいいんだってことをこの秒とか何日で示すわけなんですよね。3日でできますよとかね、30秒でできますよとかね、5日で結果が出ますよみたいな書き方をします。それからですね、選ぶっていう字ですよね。これに数字を組み合わせてこういうふうに使います。稼げる方法10選とかね、おすすめの豪華温泉10選とかね、モテる40代男の 特徴20選とかですね、まあ、この選ぶっていう漢字、選というものですけども、これはどんな人間心理に訴求するか、他の YouTuber を出し抜くために使いますね。またですね、このなんとか線、10線20線って書く場合は、ある程度の動画の長さ、これを見てもらうために使うことも多いです。というのがね、稼げる方法10線って言って5分だったらかなりはしょってるなって思わせるでしょ。で、おすすめの豪華温泉10線だってやっぱりそれなりにボリュームがある内容に感じれるじゃないですか。これがね、10分だったらね、すごい駆け足で紹介するんだろうなと思っちゃいます。そしてモテる40代男の特徴20線って書いてると、しっかりとね、腰を据えて見てみようかなと思うわけなんですよ。なのに10分前後ってことはないと思います。やっぱりね、短くとも30分、できれば1時間程度の動画を作った時にこの線ってやつを使えるようにした方がいいんじゃないかなと思いますね。そして他の YouTuber を出し抜くためにってことなんですよ。これは何かっていうとね、他の YouTuber さんが稼げる方法10選って書いた場合は、じゃあこっちは稼げる方法12選だぞっていう風にやっていきます。はい、次はね、金額です。円です。これはどんな人間心理に訴求するかってことなんですけども、やっぱりね、お金に興味があるっていう人間の心理ですよ。ここに訴求するためにこういう風に使っていきます。毎月3万円稼ぐ方法とかね、毎日1000円の不労所得とかね、東京都心手取り9万円で生活する50代とかです。どれもこれも、あれ、具体的に数字出てるけどもどうやってるのかなっていう風に興味を引きますよね。その他、ご家族みんなで1万円税込み1泊2食の温泉旅行とかね、1000円ランチとか、100円均一で手に入る何々何グッズとか、こういう風なキリのいい数字はやっぱり見たくなるんですよ。そしてその次です。倍ってやつです。何倍ですよってやつ。これは同じことをするなら大きな効果を出したいという、そういった人間心理に訴求していくことになります。例えば5倍効果が出ますとかね、あとは所得倍増計画って言ってね、これはどっかの総理大臣が言ってましたね。一体あの所得倍増計画が何だったんでしょうか。1倍ってことでしょうか、それともご自分のね、息子さんが所得倍増だったんでしょうか。はい。で、3つ目、お肉が10倍美味しくなるワインの選び方とか言ってね、ワインのソムリエさんがこういったサムネイルを作ってるとちょっと見たくなるかもしれませんね。はい、じゃあ数の訴求、次が最後です。それはね、年ってやつです。今の時期これ使えるんじゃないですか。今がね、12月25日なんで、もう年の瀬ですけども、どんな人間心理に訴求するかってことなんですが、これね、同じネタでも新鮮に感じるんですよ。例えばね、2023年新型家電情報って書くとするじゃないですか。はっきり言って新型家電って毎年出てるわけですよ。でもそれを新型家電情報って書くよりも、2023年新型家電情報ってこの今の2022年の終わりの時期に書くことによって、ちょっと情報を先取りしようかなっていう風にクリックを誘うことができるんですよ。次ですね、今年の瀬なんで2022年で終わるジャンルみたいなね、そんな感じで音楽やスマホとかね、なんかパソコンのソフトウェアのことを書くと、またこれもね、その当事者関わってる方がちょっと見たくなるかなというところですね。はい。で、やっぱりね、関わってるといえば私たちは YouTuber ですから、 YouTube が10年後どうなるみたいな感じで、10年後っていう言葉を使うとね、なかなかこれも面白いんじゃないかなと。例えばスマホ10年後はどうなるみたいな感じで、もう完全にね、コンタクトレンズ埋め込まれて自分の思考で、こうね、操作できるよとか、そんなことを想像しながら動画を作っていくってことになりますね。はい、じゃあ数の訴求が終わりましたので、今度はね、否定訴求に行ってみましょうか。否定訴求もなかなか面白くなると思いますので、続けてご覧ください。否定訴求ですけども、何が禁じられたのか覗きたくなる心理に訴求するわけです。例えばね、
何何何するなよっていう風にサムネイルで書いてあったら、これはね実行してるからそこそ興味が出る心理って言いますけども、例えばねここです。仮想通貨投資をしている人が2023年は仮想通貨に投資するなっていうサムネイルを見たら、え、なんでなの、俺しっかり頑張ろうと思ってるのにさっていう感じでクリックしちゃうんですね。そして浮気をしている方、浮気バレるぞ、何々するなってことでバレたくないんでしちゃいけないことをチェックしようと思うわけなんですよ。次、やっぱり健康に気になる方はね、これですよ。がんになる健康食品まるまるするなね、飲むな買うな食べるなみたいな感じです。健康食品と言われているものって世の中にたくさんありますけども、逆にね健康食品のはずなのに肝臓に負担がかかってがんになるやつってあるんですよ。そういうのを紹介する動画を作った時にはこれです。で、付随効果としてライバルがねポジティブ要素、これをやった方がいいよとかあれをやった方がいいよっていう風にポジティブに訴求している時には、逆にこの否定訴求が差別化されていいんですね。だからみんながね、私も実例があるんですけども、なんかコインチェックっていうコイン通貨の取引所があるんですけども、そこでネムが盗まれて取引騒ぎになったことがあるんですよ。自分のお金はどうなるんだ、いつ出金ができるんだみたいな、YouTube 情報がたくさん錯綜してる時に、私はね自分の入れてるお金はどうぞ事件解決のために使ってくださいと、被害者がいるんだったらその人に渡してくださいみたいな感じで動画を撮ったんですよ。で、これがだから逆張りってやつです。自分だけ多くの方とは違う YouTube 発信をすることによってアクセスを取るってやつですね。この動画今でも残ってるんじゃないかな。はい、次 NG っていう言葉を使います。この NG っていう言葉は実行してるからこそ興味が出る心理ってことで、まあ先ほどと同じなんですけども、この2文字でそれが表現できるじゃないですか。ですんで写真をしっかりと見せたいときにこの NG っていう2文字が使いやすいんですよね。はい、こんな感じです。 NG な動画の作り方、絶対 NG セールストーク、こんなサムネイルは即 NG みたいな感じでね、こうキャッチコピーが短くて済むんですよね、これはね。だから NG ってことが対応されます。意味は先ほどと一緒なんですけどね。次も似てます。ダメっていう表現です。これも2文字なんで NG じゃなければダメ、これを場合によって使い分けていきましょう。例えばね、カタカナばっかりでキーワードが続いた後にダメって書いちゃうとカタカナカタカナで分かりにくいんで、そういう場合は NG って書いた方がいいですよね。逆に漢字とかひらがなとかアルファベットが続いた後に最後にダメって書きたい場合はこっちのカタカナの方で表現するといいと思いますんで、 NG とダメをね使い分けていきましょう。これもだから実行しているからこそ興味が出る心理に訴求するって感じです。在宅ワークをしている人に在宅ワークでこれはダメとかね、 YouTube でジャンルを探している人に YouTube ダメジャンル紹介しますとかね、それから労多くして実りなしなダメ副業って感じでやると、副業頑張ってなかなかお金にならない人がもしかしたらこの人が言ってる動画の中に自分の副業も当てはまってないかなっていうふうに興味を持ってみるってことになります。はい、次もこれですよね、ネガティブ訴求なんですけども、何何何はしないでくださいって否定表現です。これどんな人間心理に訴求するかなんですけども、逆張りで興味を引く方法なんですよね。多くの人があれをやろうこれをやろうっていう時に、いやいやそれはしないでください、これもしないでくださいっていうふうに逆張りすることによって、多くの人が逆の発想のことをね見に来るって感じです。例えば結婚はしないでくださいっていうふうに結婚してる人が言ったらどうですかね。そして最近予防接種ってあるでしょ、第何回とかありますけども、あれを打った人がね、いや予防接種はしないでくださいとか、あの予防接種を担当している医師の方とかが打ちながら予防接種はしないでくださいっていうブログとかね、サムネイルタイトル上げたらどうですかってことですよ。まあ、あとはね真似しないでくださいと、いい子を真似しないでねみたいなやつがありますけどね。あとは危険なことを匂わせる写真と真似はしないでくださいとか、あとはね食べ過ぎ、なんか大食いみたいなやつが画面にあって真似はしないでくださいってあったりとかね、あんな感じですよね。はい、次買うなという表現です。これどんな人間心理に訴求するかっていうと、ご名答です、その通り。購入しようとしている人の買って失敗したくない心理に対して何々買うなっていう風なね、そんな訴求になってます。これも画像と組み合わせると特に効果的なんですね。例えばね、クラウンの写真がバックにあってそれに乗っている姿があってもいいですよね。クラウン乗り10年が警告、買うな、ね、なんでやって、お前乗ってるじゃないかみたいになるじゃないですか。蓋を開けたらクラウンっていうのはレンタルがあるよとか、そんなことかもしれませんね。次、ユニクロ春の新作は買うな、
これもですね、ユニクロの店舗の前でバッテンをね腕で作った、そんなスタイルで写真を撮って、ユニクロ春の新作は買うなみたいなこうキャッチコピーをつけると、何何お前それだけユニクロ買っておいて何言ってるのみたいな感じで見に来る、まあそんなね訴求になります。それから情報商材業界に散々パラいるね、私もねこれ自分で使ったらどうかなと思うんですけども、情報商材は買うなっていうキャッチコピーです。これをやったらどうかなと思いますけどね。はい、次の訴求なんですけども、似たような形で丸々やめろっていうのがあります。これも何かをやろうとしている人の心理に逆張りをしていくんですよ。人が普段からしていることとか、もしくは新しく挑戦しようとしていることに対しても効果的です。例えばね、女性のソロ感やめろみたいなね、ソロキャンプっていうのは一人でキャンプに行くことです。まあやっぱこれは分かりますよね、女性のソロキャンって何かと不自由で危険ですからね。はい、次、新常識、朝に味噌汁を飲むのはやめろね。多くの方が朝味噌汁飲むと健康になれるって言ってますけども、こんなことを言ってどういう根拠なんだっていうふうに興味を持ってしまうってことです。次、電気自動車はやめるってやつですね。電気自動車につきましては、どうもお肌の曲がり方が決まり手で、一時期みたいなね、電気自動車万歳っていうことではなくなったみたいです。テスラモータースもなんかね100万円ぐらい値下げして今売る時期に入ってるみたいですよ。あの電気自動車って半導体が今足りないんで、実はね納期が遅れるはずなのに、なのに逆に電気自動車余っちゃってるんですよね。不思議ですよね。はい、じゃあこんな感じで、逆張りの訴求をお話ししてみました。最後、権威性の訴求で、今回は訴求についてサムネイルタイトルの作り方、キーワードのコツを終わろうと思います。あともうちょっとお付き合いくださいね。はい、権威性の訴求です。例えばね、月商とか年商とか、この道何十年とかね、そんな人が訴求するキーワードになります。これはやっぱり多くの人が実績のある人から買いたい、学びたいっていう、そういったところに根ざしていますね。で、後ろの画像っていうのは自分自身が出るよりも誰でも知っていそうな有名人の画像がいいと思います。例えばね、初月80万とかって書いてあったりとかする、そういった権威性です。3年で1億稼いだネットビジネスプレイヤーが語るみたいなことやっておいて、後ろにね、あのネットビジネス界で有名な人がいるといいかなっていうのと、あと45歳で17歳年の差婚みたいな感じで、これは私の例なんですけども、後ろにはね加藤ちゃんが出てたりとかするともっといいのかなと思います。こういうふうに月商がでかいこと、年商がでかいこと、この道何十年のベテランですよっていうところから発信することによって、訴求の権限、権威っていうのが表現されますね。やっぱり権威性ってすごく大事なんですよね。だからそれが如実に出たのが次です。医療系の資格について、例えば白衣を着た画像がですねボーンとあって、サムネイルに現役医師が感染症の真実を語りますってやったらどうですかね。やっぱり今でも流行ってる感染症について興味がある方多いと思いますんで見ちゃうんじゃないですか。それから整形外科医の語る10歳若返る食習慣、これも説得力あるでしょう、ね、整形外科の方が普段はメスを握ってるわけなんですけども、いやいや食品から肌って作れるんだよって結構説得力あるような気がしますよね。はい、元看護師の語る人生の最後に聞いた10の言葉、ね、人っていうのは死の間際にいろんな後悔をするそうです。その後悔を聞き取る、見取る看護師さんってのがいるんですよね。そういった看護師さんが人生の最後に、そういったね個人が残した言葉っていうのをまとめて、こんな言葉が多かったよっていう風なのがねベストセラーになってますけども、まさにあれですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。年齢の訴求です、ね、例えばアラサー恋愛っていう風なタイトルのサムネイルがあったら、アラサーの方がちょっと見てみようかなっていう風になります。あと20代でやっておけみたいなサムネイルもいいですね。若い方が見ちゃうんじゃないですか。で、私の世代50代なら納得、あのアニメの最終回みたいな感じで、私もね50になって思うんですけども、昔見たアニメの最終回見てないやつあるよね、あれって結局どうだったのかなと、このインターネットの時代誰か情報流してないかなと思って、ついついサムネイルクリックしちゃうことがあるんですよね。まあそういう風に幼い頃に置き忘れた結末とかね、オチっていうのを今だから知りたいなーっていう風に考えている漫画やアニメっていうのが結構あるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでこういった50代に対してのメッセージってのは響きやすいってことになります。これ例外的にねロスジェネってのもあるんですよ。ロスジェネっていうのはまあ私の世代のことなんですけども、ロスジェネっていう言葉をね使うとね結構その世代の人に刺さるんですよ。しかも結構人数多いボリュームゾーンですからね。はい、権威性、元っていうのを使うこともあります。例えば元暴走族とかね、元自衛官とか、元ブラック企業社員とか、
元女子高生、この元女子高生っていうのは大抵の女性はそうなんじゃないかなと思いますけども、この元女子高生っていうタイトルで、でセーラー服を着てる女の子の画像とかを使うとかなりクリック率上がります。でも詐欺じゃないですよね、みんな元女子高生ですから。はい、その他ですね、元いじめられっ子とか元偏差値32ビリギャルとかね、元破産者っていう風なコンプレックスを武器にしてキーワードを使うっていう方法もあります。今回で、じゃあこのね訴求に関していろいろとお話しましたけども、ラストになります。ぜひね前回の動画、その前の動画と3部作でできてますんで、それぞれ参考にして素敵なサムネイルを作ってください。お役に立てれば幸いでございます。ではお疲れ様でした。